麹ごまドレッシングの作り方お伝えしていこうと思います。先に今回はですね、麹マヨネーズこちらで作ってくださいねって言いたいところなんですけれども、麹マヨネーズこちらでも復習していこうと思います。麹の調味料はですね、麹の酵素で発酵することによって旨味がとても出ているというところがあるので、旨味成分が必要ないよというところになります。皆様、今日はですね、大人気ドレッシングシリーズということでですね、ごまドレッシングを作っていきたいと思います。市販のごまドレッシング裏を見ていただくと、見たくないキャーみたいなね感じのものが多いかなと思いますので、今日はですね、麹で作るごまドレッシングをお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、作ってみていただいて、また作ればぜひ書いていただけたら嬉しいなと思います。こちらのチャンネルではですね、麹についてお話をしている、はい、べっぴんきんチャンネルになります。べっぴんきんはですね、麹菌のことをですね、べっぴんきんと呼んでおりまして、麹菌で作る麹をね、作って食べるだけでどんどん綺麗に元気に、ね、なっていくっていうところで、べっぴんきんというふうに名付けております。で、こちらのですね、 LINE 公式概要欄からお友達になっていただきますと、調味料の選び方という音声をねプレゼントさせていただいてます。調味料めちゃくちゃ大事なので、ぜひぜひね、音声ねゲットしていただければと思います。麹マヨネーズね、前にお伝えしましたけれども、こちらで作る麹ごまドレッシングということでですね、作っていきたいと思いますので、麹マヨネーズね、まだ見てない方はね、すごく簡単ですので、ぜひ麹マヨネーズの回もね見ていただければと思います。市販のごまドレッシングの原材料はということでですね、こちらごまドレッシングの裏側をね何個か写しています。いろいろ入っていることは分かっていただけるかなと思います。何が怖いのっていうところでですね、増粘剤ね、ドレッシング結構入ってるものがねほとんどになりますね。増粘剤はですね、食品にとろみとかですね、粘り気をつけるために使うものになるんですけれども、こちらですね、原材料によっては電子組み換えの食品が使われているものがあるというところと、中にはですね、発がん性の物質があるとかねっていう風にエビデンスが出ているものもあります。なんですけれども、増粘剤というのはですね、一括表示というのが OK されているものになりますので、増粘剤という風にねくくられてしまうと、何が使われているかねわからないというところがありまして、そこがね結構怖い点だなという風に言われています。まあ、とにかくですね、こういったね増粘剤とか添加物とか化学調味料っていうのも、少量であればね、まあ、特に問題はないと思うんですけれども、たくさんの量をね取ってしまうと何が起きるかわからないっていうところがあるので、不安だったりとか、腸内環境を悪くする物質であることっていうところはね言われているところになりますので、そこはねもったいないかなっていうところがあるので、まあお家の中ではね、減らせるものは減らしていこうということで、こういったものが入ってないものを食べられると、ね、量が減らせるのでバランスが取れるかなと思います。ということでですね、麹マヨネーズで作るごまドレッシングですね、作り方お伝えしていきたいと思います。めちゃくちゃ簡単に混ぜるだけで作れるので、ドレッシングは本当に自家製でね、お家で作ること本当におすすめします。お肌にもいいですしね、酸化してない油も取れるしね、お砂糖類とかね糖類を取る必要もなくなってくるっていうところがありますので、ぜひ裏側を見ていただいて、やっぱりあ、これだけいろいろ入ってるよなっていうのを認識していただいてですね、お家で作ってみようかなって思っていただけたら嬉しいなと思います。でね、ドレッシングにはですね、ブドウ糖、果糖、液糖っていうやつですね、こちらとかですね、お砂糖類ね結構たっぷり入っているのがドレッシングの特徴になりますね。まあ余計なね糖類をね取ってしまうというところ、これをですね、甘酒とかね、トンミリンの方に変えていただくことができます。アミノ酸糖というのね、旨味成分としてね入ってますけれども、まあ、麹の調味料はですね、麹の酵素で発酵することによって旨味がとても出ているというところがあるので、旨味成分が必要ないよというところになります。香料もね入ってるもの本当に多いですよね。まあ、香り付けがされていることでね、雰囲気っていうのがね、感じるっていうところもあって、香料結構ねしっかり使ってるものもあるんですけれども、実際しっかり食材を使っていけばですね、この香料をわざわざね後から添加する必要がないというところになりますね。そして増粘剤ですね、麹はですね、発酵調味料として発酵していく過程でね、とろみが出ていきますので、とろみの必要もないというところで、本当にシンプルな素材でですね、ドレッシングを作っていくことができます。麹ごまドレッシングの作り方お伝えしていこうと思います。先に今回はですね、麹マヨネーズこちらで作ってくださいねって言いたいところなんですけれども、麹マヨネーズこちらでも復習していこうと思います。材料はですね、無調整の豆乳と 25g ですね、そして太白ごま油 50g、 そして甘酒 8g、 玉ねぎ麹 16g ですね、そしてお酢小さじ 1.5 ですねを入れていただければと思います。まあ、これをね入れてね、ウィーンとしていただければ、もうね麹マヨネーズの完成でございます。簡単あっという間に作れますので、麹マヨネーズね作ってみてください。
ください。そしてこちらをですね、マヨネーズからごまドレッシングにしていこうと思います。すりごま大さじ2杯ですね。そして麹マヨネーズ大さじ2杯、甘酒ですね大さじ 1.5 ですね。そしてお酢小さじ2、そして醤油麹小さじ 1.5 という形でですね、これを入れて全部入れて混ぜ合わせたら完成になります。こちらね、市販のマヨネーズでも作れるんですけれども、まあ、市販のマヨネーズよりもこちらのね麹マヨネーズの方がですねヘルシーだったりはしますので、もしね時間がある方は両方作ってみていただくといいかなと思います。市販のマヨネーズでは松田のマヨネーズをおすすめしていますっていうふうにお話ししておりますけれども、こちらを使っていただいてもいいですし、麹マヨネーズをね使っていただいて、卵とかも塩なものをね使って完全ビーガンになりますので、こちらでヘルシーに召し上がっていただいてもいいかなと思いますので、ぜひいろいろアレンジして作ってみていただければと思います。ということで今日はですねドレッシングシリーズということでですね、皆さんの大好きなごまドレッシングね麹で作ってみましたということですね。夏なので、ね、さっぱり食べたいね方もね多いかなと思うんですけれども、野菜だけだとちょっと淡白すぎるっていう時にこのごまドレッシングですね。ごまもね油分がね結構しっかり含まれていますしね、ごまがね体にいいっていうところもありますので、体にめちゃくちゃいいね安心して食べられるドレッシングということでですね、作ってみていただければと思います。ということでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、こちらのチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をさせていただいております。麹はですね日本の国菌、国の菌でですね、日本の調味料のねほとんどの原材料になっています。でなかなか麹のパワーとかね麹のことを知らない方もまだまだ多いということでですね、この麹をね食べるだけで本当に元気になって楽しくなっていいこといっぱい起きるっていうところもありまして、皆さんに麹のねこのね簡単さ美味しさをお届けしたくて、こちらのね動画の方は配信させていただいてますので、ぜひ麹の魅力受け取っていただいて、ぜひご自身のね生活の中で麹どんどん使ってみていただけたらとても嬉しいなと思っております。お知り合いにお友達になっていただくと音声の方プレゼントしてますので、ぜひお友達になっていただければと思います。チャンネル登録していただくとね、そしていいねボタンを押していただくと、たくさんの方にこの YouTube でですね麹菌、べっぴん菌のことがね届いて、たくさんの人がご飯を食べることでどんどん元気になっていくっていうところがね生まれていくかなと思いますし、麹菌たちのね魅力をね伝えていくことができるかなと思いますので、チャンネル登録をしてぜひいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。励みになりますのでよろしくお願いします。ということで今日も素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、素敵な夏休みを。